どうもこんにちは。今回なんですけども、It's my knife、 これを購入してみました。今まではですね、包丁もナイフもなかったんで、料理をするといってもこう切ったりとかする必要がない料理ばっかりを作ってたんですが、そろそろですね、ナイフが欲しいなと思っていろいろ調べてたんですが、これはですね、自分でここの柄の部分を削って半分オリジナルで作れるっていうナイフです。既製品でいろいろ探したんですけども、あんまり気に入るのがなかったっていうのと、どうせだったらですね、自分だけのものっていうのも持ちたいなと思ったので、今回これを買ってみました。今これはですね、2種類販売されてるみたいで、1つはただの木のブロックが入ってるもので、もう1つはあらかじめある程度カットされてて、こう丸く削るだけで作れちゃうっていうものもあるんですけども、せっかくなのでただの木のブロックのものを買ってみました。裏面の説明を読んでみますが、老舗刃物メーカーが生み出した削る楽しさを知ってもらうために生み出されたフォールディングナイフキット、アウトドアクッキングのシーンにおいて包丁やステーキナイフ、バターナイフとしてなどマルチに活躍するナイフですというふうに書いてあります。キットの内容はですね、こんな感じになってます。だいぶシンプルですよね。一応あとですね、今回このキットは木を削るときに片側部分にナイフの刃をつけて、もう片方を削っていって、それが終わればまた刃を入れ替えてっていう風にやっていくらしいんですけども、まあせっかくなのでこういうクラフトナイフを用意しました。あとこれですね、ホームセンターで買ってきた蜜ろうクリーム、これなんか仕上げにいいみたいなんで、削り終わったらですね、仕上げにこれを塗ってみようかなと思ってます。じゃあ早速開封してみましょう。これ広げたまんまでこの上で削ってもいいかもしれませんね。はい、中身ですがこんな感じになってます。木はこんな感じなんですが、もう穴とかですね、必要なところはもう加工済みなので、本当に削るだけっていう感じですね。で、説明書、あと金具、これが中に入ってたナイフですね。これを最後に木に組み込む感じになりますね。で、この説明書なんですが、一応ですね、こんな感じで型紙がついてます。型紙がついてるので、まあ、この形に合わせて切り取って、ここで、型を取っていくっていうような感じになります。で、この中は、サンドペーパー、サンドペーパーとあとは金具ですね。必要な金具がこの中に入ってます。で、この金具だったり、この木だったり、このブレードだったりっていうのは別売りでそれぞれ販売されているので、まあ、なんか何かがあった時とかもですね、それぞれの部品を購入すれば、簡単に修理ができるようになってます。こういったパーツも全部売ってるっていうのはすごいですよね。別売りでなかなかこういうのって売ってないので、オリジナルで作るために開発された商品なんじゃないかなと思います。さて、じゃあですね、とりあえずはこれが作り方なんですけども、型紙に輪郭を書いて、その型紙を切り取って、パーツに鉛筆で線を引いて、それから形を作っていくということなんで、まずは型紙を切ってみようと思います。こういう形になるはずなんで、こう合わせるのかな。こんな感じで。じゃあもう片っぽもいってみましょう。結構こういったですね、細かい作業っていうのは苦手なんですよね。性格がだいぶ大雑把なんで、
さあこんな感じでできました。これに沿って切っていく感じになります。大丈夫かな、大丈夫だろうね。逆だったじゃシャレにならないですからね。ここの上のこういう感じで、これは上にこっち側に穴が来てると。でひっくり返すとこっち側に穴が来てるんで型としては問題ないと思います。早速ですね、削る作業を行ってみましょう。こんなの中学生以来ぐらいですからね。大丈夫かな。じゃあいきますね。1投目これ多分思ったよりだいぶ地味な作業ですね。本当はですね、こういうだいぶ余裕があるところはノコギリで切った方がいいらしいんですが、ノコギリがないのでこう地道にやっていきましょう。とりあえず一つ目の角はこんな感じですね。まあ後で修正すればいいんで、こんな感じでどんどん進めていこうと思います。ね、ちゃんと切りとけばよかったね。食べたかったら食べはい、とりあえずですねここまで完成しました。片方ですね、片方はここまでできたんですが、あとこっちもう片方が残ってます。この状態からここまでするのにだいたい2時間半ぐらいかかりました。これ1本で削ってます。まだまだ時間がかかりそうなのでもう1個はですねノコギリを使って切ってみようかなと思います。ノコギリもですね今買ってきました。なのでちょっと場所を移動します。じゃあちょっとずつカットしていきます。はい、それではある程度切り落としたのがこちらになります。まだこの辺はすごく粗いですけどね。でもこっちを削るのに2時間半ぐらいかかりましたけども、ノコギリである程度揃えてあげるとですねだいたいこの形にするまでに10分か15分ぐらいでできちゃうんで、おそらくナイフ1本でやるよりも僕みたいに初めてやる人はノコギリがあった方がいいんじゃないかなと思います。ノコギリはこういうやつを使いました。糸ノコみたいなやつですね。さあじゃあこれをまた削っていこうと思います。最初からですねある程度形が
切られてるやつ、もう一個の種類ですね、そっち側を最初から買えばいいじゃんって思われそうなんですけども、自分でやるっていうのがですね、やっぱり一番面白いところだと思うので、個人的には時間はかかりますけど、この一から自分の形を作っていくっていう方がおすすめなんじゃないかなと思います。ある程度ですね、形ができました。できたので一度ですね、組み合わせてからしっかり合うように削っていこうかなと思います。まだ仮の段階なんでですね、今は適当でいいかなと思いますが、なんかでもやっぱりこうやってですね、形になっていくと面白いですよね。これはこれを締めるためにあるみたいです。これも穴をですね、一から自分で開けるって言ったら結構手間ですもんね。道具もいるし、結構手間になる作業を先にやっててくれるっていうのはいいなと思います。はい、今ですね、組んだらこんな感じです。こんな感じになってますね、今は。ただこの合わさってる面がやっぱりガタガタなんで、これをですね、修正していこうと思います。この木の芽みたいなのがあって、木の芽に沿ってる時はすごいやりやすいんですけど、こう落とさないといけないんで、本来こう削るじゃないですか。こう削ると硬いんですけど、こうだとね、すごい削りやすいんですよ。全部これだったらいいんですけどね。ちょうど今回買ったのがそういう目だったのかもしれないんですけど、結構こうやって組んでみるとですね、右と左でガクガクだったんだなっていうのがよくわかりますね。これを揃えていくのもやっぱりすごい達成感じゃないですけど、やりがい、面白いですね。これこの辺とかも分かりますかね。ここ合ってないんですよね。合ってないからどんどん削ります。テーブルの上がですね、木くずだらけになっていくのもなかなかいいですよね。こうやってナイフで木を削るってことがそもそもないですもんね。さあ、ある程度形ができたんで、今度はこの周りを少しずつ削っていこうと思います。わかりますかね、この
こっち向きだともう音が違うんですよね、全然サクサクっていう感じで。こっち側だとすごくサクサクなるんですけど、こっちになるともう全然違う音になっちゃうっていう。もう一回これをですね、バラして周りを削っていきましょう。